皆さんこんにちは、 GUM ガムです。松穂ラウダの青い海、青いです。ナイス。そして鹿町の赤い宝石、甘エビ、聖地です。よっしゃ、いい息がいいですね。本日は鹿町愛をこのベストで表現しております。可愛いでしょ。今日は鹿町の道の駅、研ぎ海街道にお邪魔しております。こちらを見てください、シーズン真っ盛り、甘エビではなく元気なカニがたくさんいます ね、 いっぱいね。カニももちろんおすすめなんですが、1月から鹿町の冬の風物詩、甘エビのカゴ漁が始まるそうです。そうしますと、この水槽には赤い宝石の甘エビがたくさん生えるそうなんですよ。そしてこの道の駅の名物、甘エビの踊り食いが始まりますよ。踊って食べたい。落ち着いてということで、今日ご紹介するのは、甘エビでもカニでもなくこちら美しいピンクの貝、桜貝です。満喫できますね。はい、昨日もですね、ジモ TV でご紹介されたんですが、桜貝は地元では幸せを呼ぶ貝と言われ、貝細工やアクセサリーにされるなど親しまれております。この道の駅のすぐそばにある松穂浦海岸では、11月から3月に桜貝が多く打ち寄せられるそうです。この後、桜貝の美しい作品やクラフト体験をご紹介します。もちろん美味しいグルメもありますよ。お楽しみに。はーい、鹿町愛が溢れているこの2人でお送りします。週末に新たな発見と感動を、花金観光レッツゴー、張り切ってってよ。まずは旅のしおりです。幸せを呼ぶ貝で作る世界に一つだけの作品。幸せに包まれてあったかい。幸せにつけた。誰が食べても絶品甘エビかき揚げバーガー。なんだって、甘エビのかき揚げバーガーだってね。挟んじゃうよ。紙のかき揚げだ。この道の駅の中に2022年にオープンした桜貝資料館というところがあるんです。それでは幸せを探しにレッツゴー。来ました。幸せ資料館ということで、資料館すごいですよ。まるで博物館じゃないですか。うわ、すごい絵画、高いの作品がすごいいっぱい、これ全部貝ですね。貝細かい、すごい細かい、出ました。すごいやんか、これわ、たくさんの、これは桜貝だ。綺麗な、見てください、こちらにはフラミンゴの絵じゃなく、こちらも貝、このトンボまでも貝。貝すごいね、これ貝だけでいろいろな作品、いろいろありますね、表現しているということで。そして今日はこちらの作品を作った桜貝の装飾デザイナーの方にお越しいただきました。マイブームは空の写真を撮ることという李友紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日もジモ TV に出演されていたんですけども、今回はなんと桜貝のシーズンということで、桜貝の魅力をたっぷり紹介していただきます。よろしくお願いします。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 鹿町は桜貝の名所だそうですね。名所ですね。の桜貝は鹿町の特産にも選ばれてます。で11月から3月には綺麗な桜貝が、松穂ヶ浦海岸に打ち寄せられます。で特に海岸が、荒れた翌日に多く打ち寄せられるんですよ。なるほどですね。今が真っ盛りということで、打ち寄せられている海岸の写真があります、こちらです。あら、本当にたくさん、ピークの貝がいっぱいありますね。めちゃくちゃすごい、こんなに打ち寄せられるんですね。はい、松穂ヶ浦海岸は日本の中でも、特に、綺麗な桜貝が打ち寄せられる場所になっております。生きた桜貝を撮影した動画もあるんです、ご覧ください。そう、見たことない。あ、かわいい。この映像は能登海洋ふれあいセンターで、撮影されたもので、生きている桜貝を、撮影できたのは貴重なものです。潜ろうとしてますね。貴重な映像ですよ。さあ
こちら見てください。あら、たくさんの貝でございます。すごいいっぱい。一体これは何種類ぐらいあるんですか？こちらは、300種類の標本になっておりますが、マスホガウラ海岸では500種類以上の海岸が、はい、貝が寄せられる場所なので、はい、その一部になっています。一部なんですか？で、その他、はい、世界中の貝殻も、はい、収集されまして展示されております。すごい、全部見たい、ね、全部見たいところですが、はい、ビさん、こちらの作品もビさんが作られた作品でしょうか？はい、そうですね。あら、いっぱい、たくさん可愛いペンダントとか、うん、作品、はい、ボールペンや、こちらは何ですか？です、ね、ブローチです。ブローチ、幸せブローチでございます。幸せブローチだ、はい、ハッピーブローチだ。ピアスですかね？そうですね。でこちらの道の駅で予約していただきますと、はいはい、こちらキーホルダーやブローチなど、はい、制作の体験をしていただくことができます。自分で作れちゃう。僕ちょっとキーホルダー作りたいです。早い早い、はい、せっかくやったらね。せっかくなんで、それはじゃあ青井さんと、はいはい、誠一さんで、はいはい、こちらの体験をしていただきたいと思います。いいんですか？誠一さんは、はい、クリスマスが近いので、こちらのクリスマスツリーを作っていただければ。ぴったりじゃないですか。クリスマスボーイ、ボーイ、ボーイ。サンタカラーやし。じゃあ早速、ね、早速、ね、まあ、多分平山さんよりはうまくできると思うので、うん、私以外は大概上手です。頑張りたいと思います。見せつけましょうか、ね、こな言いましょうか。言いました。ちょっと不安になりますよね。あと期待してますよ。楽しんでいただきましょう。早速、はい、こちらはこう、はい、ではこちらははい、お好きな貝を、はいはい、このツリー の、はい、形になっている貝に、はい、つけていっていただきます。じゃあセンスよく、うん、そうね、はい、貼っていきますよ。でイニシャルのこちらのキーホルダーですね、はい、こちらお好きなものをまた入れていただいて、はい、最後にこちらレジンを。私は先ほど、うん、結構ね入念にこう仕上げましたので、あとはね、うん、レジンを入れるだけということなので、もう青井さん貝はひっついてるの？それをベースの部分に。こちらはですね、下に半分レジンが固まってまして、うんうん、その上に貝を乗せて最後また閉じるというですね。仕上げだね、挟む感じなんかな、はいはい、いきます。はいはいはい、こちらはこれは僕の器用さが器用さが、動かしてると失敗するんだよ。この器用さを、はい、溢れるぐらい、かわいい、溢れないぐらい、あ、難しいですね。溢れるか溢れないぐらい、ギュッと絞って、ギュッと、はい、あ、難しい、あ、いいね、大丈夫ですか、B さん、B さん大丈夫ですか、はい、これでも固まるんや、はい、上手いです。平山さんよりきれいにできてますか？平山さんだってはみ出してるから器用にできてますか？僕は。どれぐらいですか？もうちょっと、まだどうですか、B さん？もう少し、もう少し、もうちょっと、はい、はい、いいと思います。はい、いいですか？結構丁寧にやったんですね。よしよしよし、すごい細かい作業。完成した。さあ、なんだかこの桜貝で幸せな気持ちになってきたかも。幸せ見つけてますね。いいですよ、ポッツ。それでは皆さんも桜貝のクラフト体験で幸せになってみてはいかがでしょうか？あら、言葉遣いまで変わっちゃって気分変わるんですね。ちょっとキャラじゃない雰囲気になってきました。道の駅といえばグルメ。こちらの道の駅にはたくさんの美味しいメニューがありますので、この後ご紹介します。お楽しみに。あ、これか。食べるのは誰？それじゃんけんよ。はい、お土産がたくさん並んでおりますが、うん、このガキ美味しそうですね。もうお腹が空いてきたよ。青い海、青いと甘エビの誠一です。それでは、はいよ、早速お腹空いてきたので、うん、お食事コーナーに移動しましょう。それではお食事コーナーへレッツゴー。カニ歩きでいきます。行きましょう行きましょう。いや本当にね、能登の新鮮な魚介を使った海鮮丼や、はい、のと豚を使ったスタミナ丼などがありますけども、うんうん、たくさんね、ならではの、うん、グルメ味わえるんですけども、うん、ここからは、はい、毎日猫の五右衛門に癒されているという店長のカニ屋敷みどりさんに登場していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、カニも好きですけど猫派です。よろしくお願いいたします。ということでにゃー
あら、大きい猫です。かわいい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 。ぜひ来てください。ありがとうございます。それではもうご用意がされているということで、早速。うわ、あららら、あららら、そうな、これは美味しそうですけども、こちらは何でしょうか。こちらはおすすめの甘エビかき揚げバーガーです。焼いたバンズの中にクリームチーズ、レタス、甘エビを挟み込みました。甘辛のタレで仕上げてあります。サクサクの食感がたまりません。これは贅沢ですよ。さあ、ちょうど2個あるということなので、はい、それでは早速いただきますか。いただきましょう。ね、ちょっと待ってください。はい、おー、申し上げます。食べられるのはお一人だけです。出た、出ました。一人だけということで、これ、うん、じゃんけんですか。恒例のじゃんけんお願いいたします。これ今僕たちガム2連敗中なんでね、ここで負けるとちょっとそろそろね、本当に食べられないことがきついので、うん、これは負けられないので、谷屋敷さんも一緒に、はい、いいですか。じゃあいざ勝負。何度目の正直。せーの、最初はグー。今日は鹿町、うん、この辺り幸せ見つけた桜貝、お邪魔してます。桜貝でバスケット。さあということで試合が入りました。入りました。じゃあ改めて参りましょう。最初はグー。じゃんけんぽい。谷屋敷さん、鬼の爪で来ましたね。来ましたよ、危ない危ない。ほら、僕らより面白いことされたらちょっと困りますよ。困りますよ、かすむかすむ。いきますよ、いきますよ。はい、ということはってことだよね。あー、行こうでしょ。あー、ちょっと思いきや勝てた。お、青井さんがありがとうございます。おめでとう。ということで、おめでとう青井さん。甘いですね、かき揚げバーガーを両隣にいただきます。あら、これぎっしり詰まってますよ。見た目もボリューミーで、早速いただきます。大きな口でいきますよ。大きいよ。贅沢な、豪快に。うーん、おいしい。もう噛んだ瞬間のサクサクっていうこのかき揚げの、そして甘エビの甘さ、そしてこのタレとバンズの相性抜群、最高でございます。食べっぷりもいいよ。美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。食べたかった。皆さんも甘エビかき揚げバーガー味わってみてはいかがでしょうか。いやー、松原さん、かき揚げ大きいですね。すごい、一口で結構青井さんね、勢いよくなんか男らしくガツッと食べましたけどね。いいですね、美味しそうですね。はい、これからの時期、さらに海の幸も美味しくなってきますよね。ね。はい、1月からは鹿町の甘エビのカゴ漁も始まるので、はい、踊り食いがおすすめです。踊りたい、ね、最高じゃないですか、はい、12月からは営業時間がちょっと短くなりますが、美味しい甘エビや 甘エビのかき揚げバーガーをぜひ食べに来てください、はいはい、美さんもありがとうございました。ありがとうございます。今おすすめのイベントもあるそうですね。はい、と、今マスホガラ海岸で36種類の貝を探すとガチャやギフト、うん、宿泊券がもらえるイベントを行っています。参加費は500円。この機会にぜひ海岸でいろんな貝を探してみてください。これはぜひ36種類すべてコンプリートしたいです ね、 そうですね。コンプリートしてみんなで幸せをつかみ取ってください、うん、ということで本日のご案内はこれにて終了。花金観光、またのご利用お待ちしております。お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。青井さん、誠一さん、うまくできた。完成しました。見して。完成しました。完璧でございます。完璧にできました。見てください。僕の作ったキーホルダーはこちらでございます。まあ、いいですね。ね、はい、僕の青井のイニシャル、うん、そして、うん、あの、はい、この桜貝をこう崩しまして、うん、それをこう散りばめたことによってちょっと桜の感じも出せるという、これ作る方ぜひ参考にしていただきたいなと。かわいいね。勉強になります。ありがとうございます。そして私、クリスマスツリーでございます。こちらね、桜貝といろんな貝をこの装飾して、これ色組み合わせ無限大なんで、ぜひ皆さんもやってみてほしいです。今日の作品のポイントは、今回はこの、桜貝の、巻きほぐしです。巻きほぐし、はい、糸巻き巻きほぐしです。これはまた新しい技楽しみにし